東村明子のカクカクシカジカの翻訳が本当に楽しみ。この漫画は私が本当に大好きなシリーズなの。おめでとうチェーニー、君は君にとってはご機嫌な発表だね。もしよかったら東村明子のポッドキャストも聞いてみることをおすすめするよ。ありがとう、チャレンジしてみるわ。僕は毎週欠かさず聞いているよ。絶対君もハマると思うよ。東村明子がポッドキャストをやってるって？そうなんだよ、東村くんはポッドキャストをやってるんだよ。身も蓋もないとってやつさ。彼女が人生相談スタイルでリスナーのお悩みに答えアドバイスをするんだ。さらに彼女のスタッフたちとおかしなコーナーをたくさんやるんだぜ。東村一子と虹組キララの身も蓋もないと。この番組は漫画家の東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。どうしたの？キララちゃんと谷川さんとバード軍でどうしたの？小芝居始めて。違う違う、小芝居じゃないんですよ。ちょっとこれはね、実はちゃいな、違う聞いて、ツイッターでね、身も蓋もないとでエゴサーチとかするでしょ、どんな人が聞いてんのかなって。そしたら、なんと海外の方がね、身も蓋もないとを聞いてるというね、ので。なんで言葉、もう、日本語がわかる外国の方が聞いてるってこと？載せたらいけないか、ツイッターだから。ツイッターだから載せていいのかな、ダメなのかな、だよ。その、ちょっとディレクター説明して、これ。説明します。ひものでございます。わ、ほんと、英語のツイートやん、今、プリントアウト見てるけど。これ翻訳にしたやつ。ジェニーのツイートやん。ジェニーさんって方が、どうやらアメリカで、その、先生の漫画である、カクカクシカジカの、アメリカ版出るってのがすごい喜んでいて、それを見た、他のですね、ダニエルさんっていう男性がですね、それは喜ばしい。さっき言った通りですね。ジェニーさんが、本当？そうそうそう、本当に、まあ、これあくまで我々の意訳なんで。待って、英語のツイートをあんた方が翻訳して、翻訳、それを今、海外ドラマの吹き替え風に読んだってこと？ 3 人で。そうです。その通りでございます。ややこしいわ。よくやるな、そんな面倒なこと。まあ海外でもね、聞かれてるという、まあ、明るい話題でした。すごい。すごいでしょ？本当、英語でいっぱいツイートしてあるよ。そうなんですよ。本当に普通に英語、それを、デルキさんが翻訳してきたやつをちょっと読んだだけなんですけど。これはでも。身も蓋のない、もうないとの話してるやん、ダニエルが。だから嬉しいでしょ、ダニエルが。新種は does, it's called 身も蓋もないと。opens with an, アゴニーって何？アゴニーアントって、アゴニーアント。人生相談に答える女性っていう、なんかそういう子の話です。アゴニーアントスタイルセグメント、where she responds to, これ何？これ多分クエスチョンなんでしょうけど、多分なんか、間違えてるのね。そういうことはあると思います。あ、読者から、あ、じゃあリスナーからの質問に、gives advice 書いてある。なんか、英語にすると仰々しいですけど、身も蓋もないご答えしかしてないんですけどね。すごいなぁ。まだその、ダニエル。なんか、ワッキーコーナーズ、ウィズ・ハー・スタッフって書いてあるんで、その、ワッキーってのは面白いって言って、面白いコーナー。面白いって。ワッキーコーナーズ、ウィズ・ハー・スタッフ。マジで？すごいなぁ。海外の反応ってすごいなぁ、うん。すごいですよね。身も蓋もないっていう言葉がでも伝わってますかね。真面目な人生相談と思われてたら大丈夫ですか？ダニエルが僕は毎週欠かさず聞いているよ。君も絶対ハマると思うよ。身も蓋もないと、こんな外国の人たちが聞いて、君も絶対ハマるよって。本当？もしかしたら今、ねえ、ジェニーさん、はい、ダニエル。はい、ジェニー。もしかしてジェニーさんも今聞いてるかもしれないですか、ね、聞いてるかもしれないよ。うん、そうですね。ジェニーさんは、西マサチューセッツに住む方らしいです。ジェニー、はーい。はい、今ジェニーさんに語りかけてる。へぇー。じゃあ、そのうちね、英語でお悩み相談来たりして。だ、翻訳して ね、うまいことやって。下出しがまた翻訳で読みますわ。ジェニー、お悩み待ってるわって海外吹き替え風に言うてや。女の人でいいですか？うん。キララとして言ってよ、ジェニーに。
あなたの悩みをお便り待ってるわ、みたいな。ジェニー、悩みなんてみんなある。あなただけじゃない。待ってるから。谷川さんに負ける。谷川さんのなんか安っぽい吹き替え感がすごい。うん、あと、なぜか古谷、古谷さん最後混ざってたね。混ざんなって古谷徹。古谷徹さん、ね。混ざんな、混ざんな。一人アニメ声が混ざってるみたいなね。さあ、そんなわけでね、その嬉しい中、お便りも届いてますね。はい、え、お便りも、すごい。ヨーロッパ在住の方から来てるじゃん。何国際的になってんだ急に。どうしたどうした、ちょっと、あ、前もいただいた人だ。ラジオネーム神コップさんですよ。ヨーロッパ在住。あ、前30代女性の方 ね。あの、結婚指輪の方ですよね。はいはいはい、はい。お礼のお便りだそうです。うん。東村先生。もうお礼来たの？うん、早い。キララちゃん、東村プロの皆さん、こんにちは。こんにちは。73回目の放送で結婚指輪をノーブランドにするか、うん、ハイブランドにするかという相談に乗っていただいた紙コップです、うん、ヨーロッパにて毎回楽しみに聞いていた身も蓋のお悩み相談に、うん、まさか自分の投稿を読んでいただけるとは思っていなかったので、うん、すごく嬉しくて、うん、思わずニヤニヤしながら聞いてしまいました、うん、東村先生からこの子は30万円の指輪を買った方がいいとアドバイスをいただいたのですが、うん、すいません。なんと、日程の関係で、うん、放送日にはすでに指輪を購入した後でした。うんうんうん、指輪は結局。ごめんね。うん、谷川さんの編集がもう遅くて。ごめんごめん。谷川さんのせいだね、うんうんうん。10店舗以上見て回り、うん、夫と私が一番気に入ったものを選びました。うんうんうん、まあ、ハイブランドではなく、値段も30万円の半分の15万円相当のものです。うんうん、ね、でも十分ですよね。まあまあ、うん、あの、地金の頑丈さ的に、15万、うんうん、オッケーです。オッケー、よかった。うん、10万出せば壊れない、うん。なんか老舗のお店でアフターケアがしっかりしており、うんうん、プラチナなので丈夫さは大丈夫かなと思ってますって書いてますね。放送を聞いた時は、うわー、先生の意見と逆やっちゃったと後悔したのですが、うんうん、買った指輪のデザインが少し変わっていて、うんうん、個人的にすごく気に入っています。うん、だからまあ良かったかなと思うことにしました。10万出せば大丈夫。ね、全然いいでしょ。今回は憧れの東村先生に、私の個人的な相談乗ってもらえて、とてもいい思い出になりました。うんうんうん、キララちゃん、私のことキララちゃんって呼んでくれるのはいいです。キララちゃんとの。同い年やで。同い年や、私と。キララと私、同い年、ね、うん。優しい家系も大好きです、うん。また悩みができた際には投稿させていただきます。うん、本当にありがとうございました。まあよかったね。いいの気に入ったの見つかったんならね。ねえ、よかったよかった。いいんじゃないですかね。うん、皆さん、もう、タイムラグがあるので、うん、ちょっと、3ヶ月先ぐらいの悩みをお願いします。うん、こういうことが起きちゃうんだよ。そんな悩みだったら解決でる、うん、せめて1ヶ月かな。うんうん、でも2ヶ月ね、うん。ちょっとこう、ゆとりを持って言ってくれるといいですね。ゆとり持ってお願いしますね。うん、まあよかったね。でもね、気に入ったのが、うん、まあ15万円だと高い方や。うん、大丈夫、大丈夫。そうですよ。うん、ね、私1万円だもん。そう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 。うん、壊れないね、それも、なぜか。1万円のやつ。そうですね。うん、なんでだろう逆に。ぶっ壊れないね。なんかここが大体欠けたりします。なんか石みたいなとこがね。うんうん、だから結構これ頑丈ですよ。それシルバー？これ、シルバーも何これ何？ロッキー。ロッキーないか。買い物行ったか。シルバーこれ壊れないなぁ、うん。まあシルバーの方が逆にでも、まあまあ、あれなのかもしれない。こう分量が多いのかもしれない。金属のその幅というか。なるほどね。私はね、なくしてもいいやつがいいので。意外となくさないね、それね。そうですね。うん、なんでだろうな。じゃあ、お悩み行きましょうか。はい、なんで愛があるからじゃないの、それは。愛があるから。愛と指輪関係ないですよ。すんげえその星の指輪の時私相談乗ったんだよ、ロッキーの。そうめちゃめちゃ探したいね、星がいいって言って。テーマ振ってくんじゃねえよと思って、なんで星なんだよとか思いながら探す。あ、行こう行こう。ちょっと待って、脱線テーマで行こう行こうっていうのは、ちょっとなんかね、せめて笑いにして。せめてちょっと笑って。星の指輪がいいんですけどってさ、うんうん、アラフォーにもなって何言ってんだこの人と思ったんだよ、ね。もっと言って、もっと言って、一度笑いにしてくれ。笑いにしないときつい。笑わんで、なんでみんな下を向くんだよ。みんななんか私が性格悪い人みたいになるじゃないの。そうですよ。今ね、海外の人たちが、おう、意地悪いね、東村。言ってますよ。気をつけてください。じゃあ、ね、お悩みいきますよ。はい。最初のお悩みです。ラジオネーム、犬月さん。はい。
シンプルなラジオネームね。待って、オーストラリア在住って書いてあるよ。どうなってんだ、どういうことだい。オーストラリア在住。31歳女性の方です。どういうことだ、マジで、うん、オーストラリア、うん、オーストラリア、メルボルン在住ですね。マジで、うん、あっこ先生、キララさん。その他、スタッフの皆様、こんにちは。こんにちは。こんにちは。海外の方はね、結構率直な物言いですね。うんうんうんオーストラリア、メルボルン在住、31歳の犬好きです。先生、彼氏ができません。カツを入れてください。うん、ちょっと長めなので早口で読みますかね、うん。最近はバドミントンつながりで知り合った、私には高物件のメンズ、カッコ、人間、生きてる、死んでない、ノータトゥー、うんうん、ノードラッグ、ノーアル中、うん、仕事をしている、と遊んでいました、うん。向こうも真剣な交際相手を探しているということだったのですが、うん、私ががっついてしまい、うん、今はシングルが楽しすぎて彼氏が欲しいけど、彼氏とセフレの中間を探してる。付き合う前に体の相性が知りたいから、先に夜を共にしたいなどと、本音の滝をぶつけまくったら振られました。その傍ら、23歳のイケメンのメンズとも遊んでいました。うん、彼がメンヘラチックで、裸を見せるのは同性も親も NG、僕だけにしか見せないでほしい、という要望に対して、うん、温泉行くから無理と言ったらあっけなく振られました。うんその前の彼は、束縛が激しく、うん、仕事が終わるのが夜12時の私に対して、うん、犬好きが好きすぎて、帰りが遅くて心配、それが辛いから別れたい、と振られました。うん、まとめると、振られてばっかり、うん。イケメンが好き、性欲があり余っている、うん、ダメンズウォーカーです。うん、次の彼氏は、絶対に最後の彼氏、旦那さんにしたいです。うん、先生、私はただカツを入れてほしいだけなんです、うん。犬好きはできる。結婚できるよって。日本にいたら、私は確実にアロママッサージ&真珠パックに金をつぎ込み、うん、毎週末にパワースポットや、京都の鈴虫寺、かっこ願いが叶うお寺に駆け込んでいると思います。うん、鈴虫寺であってんだっけ、うんうんうん、?31 歳、オーストラリア在住、独り身の女に結婚できるカツを、身も蓋もない言葉をお願いします。あのね、うん、まあ、明るくて面白くていいお嬢さんですよ、うん。ね。なんかモテそうですよね。うんうん、モテそう。楽しい子ですよ。うん、あのね、で、その、うん、振られるって言ってるけど、うん、振られるってほどでもないんじゃないって感じがしない？そうね、今の、うん。一回付き合ってなんとなく、うん、会わなくてなんとなく離れていってるっていうのと、うんうん一回付き合ってもらえないのが、振られるなわけで、うん、あと付き合ってる分ね、うん、出会いが多い分、やっぱり振られることもあるでしょうからね。なんかモテる人だと思うんだよね、うん、この人ね。まあでもそういう人って結婚できないんだよね。あ、そっか、いるいるいる。うん、いるよね、うん、こういう子。綺麗でね、モテるのに、うん、モテて明るくって、いつも、いつも浮いた話があって、飲み会で会うたびね、この間のあの人どうなったって、あれも終わったって、うん、今こうでっていう人ってさ、うん結婚しないよね。どうします、うん、今、うん、ある意味カツを入れられましたけどね、これ。これは、あのね、うん。はい。だいぶ悩んでます。多分、だいぶ悩んでる。と難しいかな難しい。うん。別に独身を謳歌していけばいいんじゃない、うん、だってでも次は絶対旦那さんにしたいんですって。次は、うん、そうね、その外国のそのオーストラリアの方と結婚していいってことでしょ？そうでしょうね、うんうん。でもなんとなくなんか今まで喋ってたなんか、うん、日本人っぽかったような感じですよね。ムードがね。あのね、そうね、うん、まあ本当に自分が本当に、うん。あ、この人、もう本当に好き。この人と一緒にいたら、うん、本当に、なんていうの、質素な食事でも、美味しいし、うん、どうでもいいテレビ番組でも、この人と見てると、楽しい、みたいな、うんうん。そういう人を見つけられるかどうかなわけじゃん、結局さ、うんうんうん、結婚って、うん。で、なんていうのかな。結局相手だと思うんだよね。だからさ、うんその、メンヘラっぽかったり、束縛が激しかったりとか。まあ、イケメン好きって書いてたからね、うん、みんなイケメンなんでしょうからね。うんうん、だから、本当に好きな人をこう、見つけたときに、なんか、
そこで、こう、こうやっていっぱい遊んでるのは、うん、別に、なんていうの、男慣れしてるわけだから、うん、その時に、こう、パッて動けると思うから、うん、とにかく本当に好きな人を見つけないといけないね、そろそろね。どうやって見つければいいんですか、そういうのって。いやー、だからみんな見つからんからずっと独身なんだろうね。見つかんないわけよ、ほとんどの人は。ディレクターがなんか、既婚者、翔平さんのアドバイスっていう、書いてくれ、いらんでしょうっていうね。しかもなんか、まあ、そうですね。虫が来たみたいな顔じゃない虫入ってきちゃった。あれ、網戸開いてた虫じゃない。あれ、翔平、アドバイスを。いや、まあ、結婚ですよね。結婚すりゃいいだけなら、うんうん、別に、そんな、難しく考えることはないと思うんですよ。そんな答えが聞きたいんじゃないよ。だから、君さ、奥さんと仲いいじゃない、すごい。うん、ねえ。いやまあ普通奥さんは翔平のどこがやっぱ好きって言って結婚したの、うん、いや全部じゃないですかなんか罰ゲームとかじゃなくて罰ゲームじゃないですいやそれは、うん、な気が合っちゃろでも、うん、ああまあまあそうですよね、うん、まあ一緒に暮らして、うん、まあ趣味が合うし、うんうん、まあ向こうの親御さんが、うん誰でもいいから早く結婚しろっていうことだったんで。うんうんうん、誰でもいいって翔平でもよかったの？そうそうなんですよ。親御さん。親御さん、ちょっとそういうことではないわって言ったでしょ。いや誰でもいいとは言ったけど、そういうこと、おいって。いやでも本当に、なんか、言葉のあややっていう。いやいや。いやでも、初対面、初めて会うとき、もしかしたら、ぶっ飛ばされるかもしれないけど、うん、もうそれ覚悟していってねって、うん、その誰でもいいとは言ったけど、うんうん、お前じゃねえだろって本当に、うん、なるかもしれないって。本当にやった。で、言ったら全然大丈夫だったんで。だうん、翔平さんの奥さんだって、翔平さんと銀魂アニメを見ながら夕飯食べてる時が一番幸せみたいなのが書いてあった。嘘と思って。そういう相手に、だから翔平は、ね。素敵でしょ、それね。たまたま出会えたね、翔平はね。でもやっぱ運だからね、出会えるかどうかは。もう運だよ、完全に。うん。運しかない。だから、その、運が良くなるように、うん徳を積むというか、まあ、そんなの迷信だけどさ、運なんてもう物理的に、ただのね。何言ってんの物理的偶然だから、鈴虫寺なんか行ったって何もあれやけど。ちょっと、鈴虫寺にする。まあ、そうね。運だなぁ。でもそういう一つでやるかどうか。だとしたら。出会っちゃえばね、付き合うところまでいけると思うよ、この方は。スキルがあるから。じゃあこの調子で、どんどん出会って、どんどん振られていっていいってことですね。本当に好きって思える人に気づく、うん、なんかその気づきみたいなのを、うん、もう鍛えないとダメだと思うけどね。うん、まあ、バツ2の私に言われたくないと思うけどさ。でも、あこ先生に相談にね、来てるんだから。そうね。うん。わかった。身も蓋もないお言葉。うん。じゃあ身も蓋もないお言葉、うん、お願いします。よ結婚、君は結婚できる。でも多分離婚する。だから気楽に行け。おリアルな。大事だと思う。でもすげえ大事だと思います。厚にからのリアルな。どうせ、モテる人はね、離婚するから。うん。だから気楽に考えた方がいい。でも気楽はいいですね。確かに。気楽に考えよう、ねうん。そうそうそうですよ。そんなね。そう、次々、やっぱ、次々できるから。うん、なんじゃなんじゃね。そうです、ね。いいじゃない、華やかな人生で。いいじゃないですか。一回結婚してみなさいよ。ね。そうそうそう。良さそうな人と。はい、次のお悩みいきますね。じゃあ僕はいいですか。ちょっと次の悩みが、ね。山に帰って。次の悩みがまだね、翔平さんのね、A のお悩みなのですね。なので、いきますね。ラジオネーム、マリコさん、東京都28歳女性の方です。アッコ先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんにちは。こんにちは。先日は、ライブの感想メールや公開収録の要望を読んでいただき、ありがとうございました。とっても嬉しかったので、今回は思い切って、初めて相談のメールをお送りさせていただきます。うんうん、私の最大の悩みは、翔平さんの面白ギャグが思いつかないということです。前回メールを読んでいただいたとき、嬉しさのあまり、ツイッターでお便り採用の喜びをツイートしたところ、うん、レジェンドヨッペイさんが反応してくださり、レジェンドヨッペイさん。ヨッペイってもうアベンジャーズ超えてレジェンドになってる。伝説のリスナーさんみたいになってる。さらに、ひよのさんから、
うちのディレクターですね。よっぺいさん、まりこさん、お二人とも宮崎翔平のワンショットギャグコーナーもよろしく頼みますと、お返事をいただくことができました。うんうんうん、そこで、最初は頑張るぞーと意気込んでたものの、もう全く一つも全然思いつきません。ああ、そう。レジェンドよっぺいさんは、ギャグの連投を続けてらっしゃるというのに、実力不足で、不甲斐ない限りです。どうしたら面白いギャグが思いつくのでしょうか、うん、翔平さん、教えてください。いや、俺なんですか書いてるもん。まあでもやっぱ。こいつは思いつかんから、翔平。翔平さん。俺は思いつかないから考えてくださいっていう。だって、だから今日は、はい、今回は、翔平さんのギャグが来なかったんですよ。いつだけ来たのか。いつだけしか来なくて、はい、結局、あの、いつだけしか来なかった。コーナーはカットって。そうだ、また、また今回一人だけが、またもう、優勝決定みたいな。でもね、でもね、その、はい、コーナーは、翔平さんのギャグコーナーはやらないけども、ディレクターがね、それじゃあ、ちょっとあれだから、あの、サイフォンズの、ラブ理論に、じゃあ宮崎翔平を出そうってことになってたんです。したらサイフォンズが。ラブ理論最近、ウバステ山みたいになってない、うん、大丈夫でもね、そしたらサイフォンズが、すいませんって、あの、翔平さん、翔平に、今回メロントリガーとやることになってるんで、すいませんって断られ。かわいそうにーやん。かわいそうでしょ。一切なしだった。今日コーナーなしで来てるだけ。マジで本当ですよ。なんなら。遊びに来てる人ですよ。何すんのじゃあ今日あんた。いやだから。なんで買い物も行ってきないのまず。いや、まあ、買ってきとけよ。違いますよ。ちょっとこの後、ほら、まさみさんのやつ手伝うことになってたから。何太鼓叩くんかいな。太鼓じゃ、スマホスイッチオン。音声係だったんで、はい。どうするのこれ。だって、だからみんな、応援はしてあげといて。新コーナー、あ、でも、新コーナー考えるか。じゃあギャグがみんな無理だったら。ギャグ難しかったかな。そのギャグは来てないの今。持ってないの。あ、あります。じゃあそのギャグ。ちょっと今やって。うん、ねえ。そのギャグ、せっかく書いていただいたんだから。せっかく遊びに来たんだから、翔平さんも。行こうぜ。遊びに来たみたいなもんなんて、そうですね。翔平のワンショットギャグ、でけてん。カモンベイビーお祭り、みんな買うの焼きそば。カモンベイビーモノマネ、みんなやる武田鉄矢。カモンベイビー俺のギャグ、電話誰にも電話。誰が考えてくれたの？ラジオネームは？サトルおじさん。サトルおじさんが、はい、サトルおじさんってロッキーの漫画描いてる人やろ。何をしてるんだ毎日。ロッキーの漫画描いて翔平のこのギャグ考えて。だからダメです、サトルおじさんね。赤ちゃんまだばっかりなんだけど。いや、あの一発ギャグはね、あのね、何にも考えずに、言葉の音の語感だけで作ればいいんです。みんなで、ね、意味を考えたり、ダジャレにしたり、その、なんていうの、今みたいに替え歌にしたりするんだけど、そうじゃなくて、言葉の響きだけ、その、破裂音だけ。カトちゃんペだってそうでしょ古くは。ああそうね。ペって言ってるだけやからね。うん、そういう子。ペって言ってるだけやね。あれはちょっと顔芸とかもあるから。名前の後にペって言ってるだけだから。顔芸もあるからね。声だけだから。あの、コツは、あの、濁音と破裂音。要するに、バビブベボとかと、パビブベボとかを、まあ、要所要所に置いて、なんていうのかな。こう、リズムのいいことを叫ぶというぐらいでいいと思うんですけどね。なんか、こう、目の前にあるもので作っていくっていうかね。今私の目の前にチロルチョコとかマイクとかがこうあったりとか、コーヒーがあったりとかして、その目の前のものをなんとなくこう、くっつけたり並べたりとかして叫ぶとかだけでもいい、最初は。と思うけどね。先生、ごっちゃんの卒業式の時に、卒業の歌でギャグ作ってましたからね。いや、なんだっけ、それ。なんだっけそれ卒業写真の面影がそのままだったからなんかからでなんか語尾に言葉つけて勢いでギャグっぽくしてますなんだっけそれでは身もたもない言葉お願いしますよ翔平のギャグコーナーはもう終わり終わったー終わりましたね。まあでもいいんじゃない長くやったから。じゃあ、
マリコさん、マリコさんは、もう、マリコさんからも出なかったということで、諦めがつきました。うん、そう、うん、レジェンドヨッペイさんもだって投稿してないんでしょ、うん、ヨッペイがもう引退した時点で、サトルおじさんしかもいないんだから、もう、しゃあない、これは。ね、次のコーナーを考えましょう、またね。そうですね。うん。もう、うん、しょうがないよ。まあでも、いいギャグいっぱいもらったからよかったじゃん。そうですね。このギャグでダウンタウンを倒しますとかさ。まあでもほら、これからも遊びに来続けてもいいんだから。遊びコーナー、コーナーないです。まあ、まあ、遊びには来ます、ね。ちょっと翔平のコーナー何がいいかみんなにね、聞いて。うん、じゃあ、一応募集しますか、うん、募集しようか。毎回、誰々のコーナー募集して、あんまり集まってないから、ちゃんと、うん、コーナー案を出してもらうように、リスナーさんに言った方がいいですよね。うん、自分で言って自分で。お願いします。何でも、何でもいいっす。翔平ズチョイスみたいなの、はい、またね、復活すればいいんじゃない？いや、先生、飽きたっつって。困ったね。いや、まあはい、いや何かしら、はい。じゃあ、リスナーさん、お願いします。案を募集しますか？うん。そうですね。わかりました。番組では、皆さんのお悩みと、あと、もし時間があったら、宮崎翔平のコーナーを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス、mimofuta.r@gmail.com です。懸命にお悩み相談、もしくは、宮崎翔平の新コーナーとご記入の上、スパッと言ってください。年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には、東村明子書き下ろし、ミモフタステッカーをプレゼントします。身も蓋もないと。アンチックラバーズの夢見るポエム。このコーナーは石原まさみのポエムを朗読するシンプルイズベストなコーナーです。それでは早速、このコーナーを温かく見守っている第一人者、東村明子先生をお呼びしちゃいましょう。東村明子先生、どうぞよろしくお願いします。はい、第一人者の東村です。ありがとうございます。どうぞ今日も見守っていて、はい、見守ります、はい、ありがとうございます。先生、うん、すっかり秋めいてきましたね。ねえ、本当にね、はい、急に、うん、やっぱり先生、秋の行事っていうと明子先生なんかどんなイメージとかありますか？秋、お月見とかハロウィンとか、ね、文化祭とか、うん、そうですね。やっぱり、結構ですね、この放送日が13夜のちょっと前の頃なんで、やっぱ日本のですね、文化風習であるこの。13夜って何？ですね、13夜。15夜ってこと？翔平くん間違ってます。間違ってますよ。すごい、まさみさんが驚いた顔で翔平に間違ってますって言って。13夜というのは、15夜が9月というか、まあ、9、8、8月の。いざ酔いってやつ？あ、いざ酔いはですね、また違ってですね。うんうん、13夜は、15夜があった月の翌月の、うん、まあ、月齢でいう13日目の、まあ、ちょっとなんか満月よりちょっと欠けてる感じで、ちょっと艶っぽい感じのやつなんですけど、うん、それがですね、今年はですね、はい、あ、今年はですね、ですね、10月の21日、日曜日が13夜になります。で、これ、なんか、十五夜っていうのは、なんか、もともと中国から伝わった宮中行事で、まあ、日本もそれに習ってやってたんですけど、十三夜っていうのは、なんと日本固有の風習で、なんか、偉い人がですね、確か、偉い人ですね、歌天皇がですね、919年に初めて十三夜っていうのをやってですね、これは、日本固有のですね、やつが、もうすぐあります。ということで、そういうコーナーみたいになってるけど、ポエム読むんや。そうなんですよ。今日はどんなポエムを読むんですか？なんか、ちょっと今熱くなっちゃったの。今日はですね、ずっと13夜の説明してる。そう、なんかね、教えてあげなきゃと思って、なんか、頑張っちゃいました。それでですね、今年の、あれですね、夏はすごい猛暑が暑かったんですけど、秋も寒くなるのが早かったような感じがするんですね。うん、だからいろんな意味でこう、アップダウンが激しいっていうか、現代というか、うん、やっぱりこう、生きているとね、いろいろこう、辛かったりとか、ずーんと来ちゃうことたまにあると思うんですね。うん、それ、
をポエムに込めたってこと？はい、今日はそういう。要するに、その、あれ、閉塞感みたいな。そうですね。なんか、私だったら例えばネットとか SNS とか、で、今みんながんじがらめになってて、なんかそれね、暗いニュースもあったりとかして、ね、結構そういう、なんか、ズーンとなったという、そういうズーンってことでしょ？そうですね、なんかこう、うん、ちょっと、ズーンと来ちゃったな、明るく行きたいっていう時の、そんな情景と心情を交えつつ、うん、そして元気になっていただけるようなポエムを作ってきましたので、聞いてください。脳みそが固くなる。freezenworld.com 紙一重の優しさを重ね重ねてデニッシュパン。ホットワードは、どーんと来い。ちょっと過去最大級意味がわかんなかったんですけど。はい、そうでしたか？フリーズンワールドって何ですか？これはですね、なんか固まった世界みたいな。ああ、のイメージみたいな。そうですね。で、フリーズン。フリーズン。あと、なんかこう、なんかフローズンとフリーズが混ざった言葉なのかな。あ、そうです。フリーズン。あ、そうですかね。フリーズとフリーズン。フローズンとフリーズン。そうです。フローズンと。なんとなくそういう。フローズンって言いたかったんちゃう？なんか固まった感じが伝われば。のイメージの。まあ、まさみ語ね。まさみ語でやってみました。紙一重の優しさを。はい、重ね重ねてデニッシュパン。そうなんです。なんか、やっぱりズーンって来ちゃった時に、うん、ああ、もうこんなんじゃやっていけないなって言った時に、うん、こういう、あ、神様、ね、神様なんとかしてって思った時に、うん、いい子になりますみたいな感じですね、これは。紙一重の優しさをしか持てないかもしれないけど、自分ちょっと頑張って、優しさを重ねていくよ、うん。デニッシュパンのように、みたいな、うん。そうするとデニッシュパンだと膨らむじゃないですか。だからなんかこう、ふんわかしていくかなっていう、辛い時こそ、一重一重の優しさしか、紙一重をこうですね、こういう、先生こういう感じです、こういう感じ、こういう感じ。ラジオで。はい。紙をですね、重ねていく感じで。え、ホットワードはどんとこいっていうのは、いやーですね。ホットワードはどんとこいって、何すごい、すごい。ホットワードって、あったかくなる言葉です。あ、そっちか。いや、なんか、ネットで今、すごく検索されてる言葉みたいな意味のホットワードかと思ったの。ああ。あったかくなる言葉。そうです。が、どんとこい。どんとこい。大丈夫だよっていう感じで。まあ、素晴らしい。ね、まさみさんならではのポエムですね。先生もですね、ずんと来ちゃった時には、ぜひこの歌を思い出していただけたらと思います。いや、なんか伝統的なやつちょっと聞きたくなってきちゃったな。わかります、先生。涼しいから今日、なんか秋の気配で。ね、このコーナーの醍醐味、ここに先生用意しております。なんかお能が聞きたいな。変換スイッチ。あ、あんじゃん。あ、どうしたどうした、すごい。変換スイッチあんじゃん。はい。どうぞ、お願いいたします。じゃあ、ちょっとやってみるね。わかんない。できるかどうかわかんないけど、やってみるね。はい。変換。できるかな、いきます。変換スイッチ、オン。の海いそが固くなるフリーズンワールドドットコム。Yo! Yo! So good!よよ My heart! 紙一重の What's up? 優しさを重ね重ねて K-I-J-A-I キジカマニカマセよデデ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 デニッシュパン脳みそパンホットワードはドーンと来いチェキだ先生いかがでしたか？いや、すごい良かったです。なんか伝統芸能と現在のね、ヒップホップの融合っていう感じで
やっぱりこのですね、やっぱりデデデデデデデンとかもうこう髪を重ねていく感じですね。あ、髪を重ねるのを太鼓で表現。そうですね、髪をというか優しさを。髪を重ね、デニッシュ生地を重ねてるってこと。そうです、デデデデデデ。優しさを。そうです。いやー、手正、ね、気象転結の点をね、まさに味わっていただけたかと思うんで、ね。どういうことですか、はい、気象転結の点を味わったってどういうことですか、なんかこのコーナーのですね、このコーナーの、先生、このコーナーの点です。点てか点で。先生、あのですね、15夜前後はちょっとバタバタしてて、お月見は私もあんまりできなかったんですけど、うん、13夜、10月21日はですね、石子は東京におりませんが、私、うん、13夜一人で静かにお月見したいなと思ってます。うん、13夜にこだわるね。13夜、13夜言ってる。そうですね。そうですね、あの、石子はいませんというので。13夜、ちょっと自分関ヶ原に行ってて、ちょっと。東京からでは、また関ヶ原の話してる、はい、見ることができず、関ヶ原で。はい。石子知り合った時からいつも関ヶ原に行くんで、つって、10月関ヶ原のお祭りに毎年参加してるから、ね、役者でね。はい。関ヶ原火星巻というね、野外駅で100人規模でやってる、もうみんな勝ちしてやるやつなんです。もうね、石子はね、はい、もう本当に、ね、もうそれにね、生きがいをかけてるわけも、関ヶ原の甲冑劇に。そうですね、まあ、そういうわけで、うん、10月21日、はい、お近くの方はぜひ、はい、見に来てください。ね、もっとね、そうじゃん、そうじゃん。関ヶ原にお住まいの身も二リスナーは、合戦見に来てくださいっつって。はい、で、石子にリスナーですって言ったらさ、はい、鎧着せてあげますって言う。いや、もう本当にお近くのリスナーの方はぜひ見に来ていただければ、私一人ぐらい関ヶ原のたもとに住んでる人がいるかもしれない、ね、はい、うん。そうですね、あの、大垣とか名古屋も近いので、うん、はい、ぜひ、見に来てください。はい、文化とは遊び心から生まれてくる。そう思うアンチクラバーズでした。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。二代目ハガ、ギャスカランド杉岡のモテ男への道、はい。はい。杉岡くん、はい、とうとう来たよ、この日が。いや、とうとう。私は約束を果たしましたよ。決戦の日が来ましたね。はい。で、はい、今日はですね、はい、私、あの、約束を守って、うちのアシスタントの若い女の子を、なんと4人も連れてきました。ありがとうございます。一気に4人連れてきました。贅沢ですね。杉岡がもう急速に、もじもじして、はいはい、得意のスターウォーズの T シャツも、もう、プル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 なってますけども。緊張しますよ。見れてません。見なよ、女の子たち4人顔を。まじまじと見んの。こっち見んな。女の子たち。挨拶せんねん。はじめまして。ギャスカランドの杉岡と申します。お願いします。よろしくお願いします。ほら、若い女の子の声がしてるよ。じゃあ杉岡くん、はい、私から今日のね、モテ男への道の訓練の、はい、今日の訓練のね、はい、あの、プログラムを発表します。マジで、この4人を、の中から1人でもいいから、デートにこぎつけてください。わかりました。この時間で。はい。お願いしますね。はい。誰か引っかかってくれるかもしれんから。わかりました。じゃあ、あの、女の子は、心が動いたら、右手を上げてください。右手を上げてください。ね。はい。あの、上がったところでその彼女の、年齢とか、そういう、あの、データは私が補足していきますので、実況しますんで、キラちゃん実況しよう一緒に。あ、了解です。うん、じゃあ、それはなしって時は×を。あ、そうだ、ね、それはなしは×で。わ、うん、かりました。杉岡君、大きい声で喋ってね。はい。うん。じゃあ、いきますよ。はい、あの、まさみさんのチーンが欲しいな。あ、OK です。しまい込んじゃってからしまい込んじゃってからさ、あ、ほんま、すごい本物のチンだ。はい、じゃあ行くよ、杉岡君、はい、じゃあまず、はい、ね、映画から誘おう、とりあえず。わかりました。一番簡単なところから、はい、いきます。杉岡頑張ってね。はい、じゃあ行きます。よろしくお願いします。お願いします。あの、唐突ですけど。はい、ダメ。今の、はい、今のよろしくお願いします。もうダメ。なんかごめんね、みたいな感じで。行きますよ、スタート。なんか急に呼んでごめんね。うん、あの、ちょっとあの、休みの日とか何してるか、ちょっと。あの、こっち、左から、ちょっと。左の方からすいませんが。
休みの日は。休みの日は家で。あ、家で、まったりと。まったり。昼ぐらいに起きて。そうですね。あ、なんか DVD とか見たりするんですか？あ、そうですね。Amazon プライムと。あ、Amazon プライム。Netflixをずっと。今最近おすすめなんですか？おすすめ、ビッグバンセオリーっていう海外ドラマをずっと見てます。あ、海外ドラマ。うん、そうですか。わかりました。わかります。面白いですよね。面白いです。面白いですよね。じゃあ、次の方、ちょっと、休みの日は何してます？私も家にずっといて。家にずっといて。漫画読んだり。漫画読んだり。どんな漫画読むんですか？普通の少女漫画です。少女漫画。ああ、わかりました。なんか言えない。まあ、お察しください。お察しください。あ、じゃあ、漫画原作の映画とか見たりする？は、しないですね。あ、しませんか。はい、でも最近、うん、ネットフリックス見て、みんなネットフリックス？テラスハウス見てます。あ、テラスハウス。はい、あ、テラスハウスは、ハラハラしますよね。本当に。はい。じゃあ、ちょっと、隣の方、休みの日何してます？恋に繋がりそうだったの。私も家にいて、あります。4人中3人、はい、何それ何してるんですか、家で。質問が悪いねんだから。ああ、まあいいよ、やってやって、やって休みの日は例えば、何してるんですか？あ、じゃあ朝起きてまず何するかから聞いて。質問がクソだもんな。うん、朝起きて、朝起きては嘘です。はい、困ってるじゃない、女の子たちが。そうですね。好きな食べ物何ですか？好きな食べ物は肉が好きです。あ、お肉。何肉？うわ、やっぱもうこいつモテねえな。やっぱ歯がついでるわ。やっぱ女の子前にするとこうなってくるわ。うん、デートに誘うきっかけをつかむために質問。あのさ、何の本なんだよ、これ。ねえ。うん、デートに誘うっていう目的なんだから。そうですね。じゃあ、趣味なんですか？趣味、すみません。趣味は、虫を触ることです。虫触ること。山とか行って。その辺の虫を触る。その辺の虫触ることですか？あ、ファーブル昆虫器とか好きですか？あんまり好き。ですよね。わかる。すいません、本当に。いや、今度虫触りに行きましょう。あ、本当に。じゃあ次の方、ちょっと。趣味は何ですか？趣味、映画鑑賞です。映画鑑賞ですか？どんな映画見ます？何でも見ます。何で見ます？邦画、洋画。洋画を見ます。あ、洋画見ますか？ミッションインポッシブルとか、今やってるんですけど。トム・クルーズ嫌いなんですか？トム・クルーズ嫌いなんですか？でも、今回のトム・クルーズは、ちょっとアクションひときわちょっと違って面白いと思うんですよ。はい。だから、恋愛以外にしましょうかね。そうですね。ですよね。うんうん。恋愛の方が見ます。見ますか？はい。もしよかったら、今度空いてる日とかあったら映画行きませんか？あ、でも俳優の趣味が合わなさそうなんで。あ、そうですか。トム・クルーズ嫌いなんですよ。今度僕がおすすめの映画紹介するんで、今度なんか食事とか行きませんか？ごめんなさい。ギブアップ。自分に合わせようとさせるね、この感じ。無理っす。ちょっと、もう、今の、もう、なんていうのかな、違う。だからさ、そのさ、あのさ、その、まあ、派が的だったね。まあ、正当な後継者だわ、さすが。やっぱその。ついてます、ね、そのね、休みの日何してるとか、そういうことじゃないよね。あ、なんかさ、こう、合コンだったらさ、4人とか3人とか5人とかの人と、こういうシチュエーションで話すこともよくあるわけじゃない、はい、何人もいて。はいはい、そうなった時にさ、なんかさ、こう、もうちょっとなんかさ、こう、なんていうのかな。上っ面のさ、会話じゃさ、もう嫌なんだよね、女の子ってさ。って上っ面じゃん。だって、休みの日何してるってさ、聞かれても。聞きたいの？そうそう、ね、本当に聞きたいのっていうさ、ところがあるよね。じゃあ次のお題行こうか。はい。もうじゃあ。すいません。じゃあ、杉岡が提案する、ご飯食べ行こうってなったとして、はい、
この子たちをご飯食べに行くってなったとして、うん、4人と今日食べに行くってなったとして、はい、お店決めお願いします。好き、何食べ物好きですか？肉が。あ、みんな、皆さんお肉ですか？じゃあ、肉料理食べ行きますか？はい。はい。僕調べるんで、もしよかったら、この連絡します。今日、今から食べに行くの？あ、今から食べに行くんですね。うん、じゃあ、渋谷に新しい、ビルできたんで、そこ行かないですか？東急が壊れて、ビル建って、新しいのができたんですよ。僕も行ったことなくて、その肉料理を食べてみたいと思ってて、ちょうどね。だから、おごるんで、行きましょう。ね。来た。今、挙手上がりました。今トム・クルーズの趣味が合わない。トム・クルーズの趣味が合わない、S ちゃんが手が上がりました。はい。S ちゃんどの辺が今刺さりましたか？行ったことないところに、一緒に、うん、僕が行きたいから一緒に行こうみたいな、うん、楽しい。あ、それはよかった。未知のところに行くみたいな感じ。俺の行きつけに行こうとかよりも、そういう方が、はい、やってみようよみたいな。うんうんうん。素な感じがね。はい、よかったじゃん。いいっすね。あと、おごり。おごり、おごります。おごります。おごりますよ、そりゃ。はい。あと、甘いもんとかは好きじゃないですか？お前の得意のあれ行けよ。お前がほら、バカの一つ覚えで言ってるほら、かき氷の店あんじゃん。俺、かき氷食べるの趣味なんだけど、かき氷好きですか？好きですよね。みんなまあ反応は悪いけど、うん、あのかき氷スペシャルだからプレゼンしろよかき氷。渋谷の、NHK の近くにおしゃれなかき氷屋さんがちょっとあって、そのかき氷がね、ケーキのホールのようなかき氷で、これがね美味しいんだけど、よかったら今度どうすか？マジで誘って、マジで誰か言ってくれるかもしれないから、マジで誘ってくれる。行きたい人、うん、手上がんないっす。手上がんないっす。おごります。おごりでもった。あ、いや、二人でだよ。二人っきりでだよ。二人っきり。はい、以上でいいんじゃないでしょうか。ね。もう手がない。まあ、ほんと杉岡くんの怯え倒したこの表情。ちょっと、やっぱ、モテ男への道ということで、はい、ちょっとエキシビジョン的に、バード君にちょっと、我が師。せっかく女子がいるわけだから、かね、ちょっとバード君じゃあ、映画でも何でもいいんだけど、はい、野球でも何でもいいんだけど、なんとなく誘うくだり、ちょっと、師匠お願いします。はい、1対4の状態のまんま。うんうん。1対4で。もう合コンと思ってください。あ、分かりました。合コンでバード君以外は誰も喋らんと思ってください。うん。そういう、うん、いいですか？じゃあ行きますよ。杉岡ちゃんと見とけよ、自然体のやつを。あ、どうも、よろしくお願いします。バードフミヤです。芸人とかやってるんですけど。皆さん見た感じ、若い感じっすけど、ちょっと年齢当てたいんで、ヒントもらってもいいっすか？そのヒント。皆さん、ちっちゃい頃見てた、プリキュア何プリキュアでした？何プリキュア見てました？はい。何プリキュア見てました？二人はプリキュアが始まりました。おー、それぐらいなんですね。なるほど。大体ね、想像つきました。ちなみに僕はですね、ヤクルトスワローズの高井雄平選手と同じ世代ですね。ありがとうございます。笑ってる、笑ってる。雄平世代でやらせてもらってますけど、ね。女の子たちが笑ってる。皆さん好きな食べ物とかあります？僕ね、ラーメンめっちゃ好きなんですよ。ラーメン好きですか？うん、僕ラーメンの、ドロドロならドロドロなほど好きで、
もう美味しければ泥でいいと思ってるぐらい泥々好きなんですよ。で、もう好きで、ラーメンの本買ってんすよ。ラーメン本、都内こういうラーメン美味しいみたいな、そういう本買ってて、結構いろいろ調べたりしてて、行きたいなって店あるんで、ラーメン、ドロドロ好きな人っています？聞いたら、今度全然、LINE 交換して行きましょうよ、飯、ラーメン。もうめっちゃ好きなんですよ、ラーメン。むすちゃん、ドロドロ好きじゃん。行きたい。ドロ、ドロみたいなラーメン食いたいんですよ。もうドロ。いっそドロ。行きたい。お、どうすか？あ、そうです。すごい。あのね、女の子から笑顔がこぼれてました。鶴岡くんの時はね、笑顔がやっぱなかったです。やっぱり。はい、うん。会話が弾んでました。うん、弾んでた。ね、はい。というわけで、ね、ありがとう。ごめんね、来てもらって、本当に。ありがとうございます。ね、はい、これのために、これのためにわざわざさ。じゃあ、閉めて閉めて、鶴岡くん。うん。女の子と喋るのはちょっとまだ早かったようです。以上、第2のハガキアスカランド水曜日のモテ男の道でした。エンディングでーす。お疲れ様でございましたけれども、エンディング私バードフミヤと先生と、本日の芸人自己紹介ということでこの方に来てもらっております。今更ですけどね。宮崎翔平です。新鮮見ないな。入りましたね。宮崎枠。宮崎枠で。宮崎枠で入ってきた。宮崎枠は宮崎県なんで。宮崎や。出身はじゃあ違うってことですか？出身富山ですかね。あ、違います。そう、翔平って富山なんだよ、ね。富山のイメージないっすね。バンドエイジ。うん、え、バンドエイジ、バンドエイジと戦った新港高校。略してバンドエイジ。略して。伝説の新港高校。そう、だから、ビル建てて借金を抱えた人も、まあ、まとめてバンドエイジって言いますから。ゆで卵好きな人もまとめていますからね。富山、はい、そう、富山。どこだっけ、富山。富山市です。あ、もう柳沢、あと、柳沢と、僕高校一緒なんです。部室の隣でした。軟式野球部とサッカー部と。はい。めちゃめちゃ持ってた。未来スターですね、その柳沢って何サッカーの選手ですね。元日本代表で、鹿島アントラーズの、ちょっと前まで二軍コーチでしたっけ。あ、そうなんだ。なんかコーチやってたけど、ちょっと、なんですか、ハンサムな人？あ、そうそう。ああ、思い出した。あの、なんか女流騎士と、結婚した。最近ちょっと前、浮ついたやつがあって。浮ついたやつあった。あったあったあった。その二大スターですね。柳沢敦史、宮崎翔平で。同じ高校なの？同じ高校です。どこ高校か一応言っときなさい、リスナーの。富山第一高校ですね。私立、公立？私立です。私立。僕が1年生の時に、柳沢さんは3年生でしたね。あ、神だ。もう、そうですよね。神。いや、聞いたことある。まあ、部室は違うんで。あ、野球、軟式野球部とサッカー部なんで、そう、もう全然違うんですけど。いや、もう。あんた軟式野球なの？そうです。へえ、そうなんだ。軟式野球なんすか？公式じゃないんだ。公式じゃないです。お前野球部、野球部って自分のことさ、俺野球部だったんでってすげえ言うけど、軟式なんだ。いや、軟式バカにしてるでしょ。いや、まあ確かに。するでしょ。確かにそうなんですよ。公式とレベルは違う。もうその、公式って超ガチじゃないですか。まあまあまあ。軟式も本当に遊びで、先生も大していないし。先生も大していない。もう、週1か2ぐらいしか練習に参加しないんで、もう本当にずっと遊びでやってましたけど。え、翔平兄やん、特技とかあるんですか？まあ、野球。ピッチャー。サウスポー。左投げのピッチャーなんですよね。うまい優勝編はコントロールがいいもの。そうなんですよ。ねえ。アシスタントさんにも、もう、手加減なく、思いっきり投げますから。フォームが綺麗。翔平は、本当に。本当、それもう、昔からなんですよね。うん。小学校の時からずっと言われるんですよ。ああ、フォームが綺麗。君はフォームが綺麗だねと。の割に球が遅いから、がっかりするっていう。でもちょっと今回いい機会だから翔平のこと突き詰めて聞いてみようか、いろいろ。ね、好きな食べ物は何？あ、聞きたい。いやまあ寿司ですね。そっか。寿司、好きな寿司ネタ。
うなぎなんですよ。これはもう、しょう、しょう。じゃあ、うなぎ丼でいいじゃん。うなぎ、うな丼でいいじゃん、好きな食べ物。うな丼だと、その、なんですか、尻尾の方硬いとか、骨が多いとかあるじゃないですか。うん、なんで、やっぱ寿司のうなぎ、あと、その、酢飯がいい。うん、お寿司のうなぎってビヨーンってなってんじゃん。あ、ビヨーンって。反っちゃってんじゃん、逆に。硬いっていうかさ、ね。うん。穴子じゃないですね。あ、穴子じゃないです。うなぎなんですね。うなぎですよ。そっか。はい。あ、でも一応、富山っていうのもあるんで、かぶら寿司っていう、その、地元の食べ物があって。漬物、漬物。へぇー。お前ややこしいよ。さ、考えて喋んなさい。怒られてる。急にな、はい。好きな食べ物、お寿司って言った後に、富山のかぶら寿司って言ったら、それもお寿司って思っちゃうでしょ、みんな。そうですね。はいはい、あれはお漬物なんだから、そうですね、お漬物なのにかぶら寿司って、なぜか寿司って作って謎の漬物なんだからさ。ああ、謎の寿司かぶりしちゃったってこと。あなたはね、人の立場に立って物を考えるってことを、もう覚えないとダメよ。はいはい、そうでしょ、はい、そうですね。僕の地元の方に行田市っていうところあるんですけど、うん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 、フライっていう食べ物あるんですけど、フライパンで焼くだけの食べ物なんですよ。あげてないんですよ。あったおかしい。頭おかしいよ。フライっていうのね、あるんですけど、まあ、そういうことですね。まあ、そういうさ、名付け方ってあるじゃん、妙に。そうですね。なんか、謎の、うん。謎の名付け方ってあるじゃん。かぶら寿司、寿司っていう、そうですね。ことぶきの寿司で寿司だもんね。本当に寿司なんですね。その、かぶを、なんか切って、間に魚入れるんですよ。あれ、酢漬け、酢飯じゃない、酢漬けのやつか。だから、まあ、麹と、ブリの薄切りの刺身を挟んで、そのまま熟成させるから寿司ってことなのかな。まあ、美味しいけどね、すごく。それすげえうまいですね。あんまり、なんかこう、富山で大々的にやんないですけど。あれ、金沢名物じゃないの？え？調べて。金沢だよね。え？富山じゃないよ、あれ。富山でございません。金沢出身の干物が言ってるよ。パクったみたいな感じ。すいません。あれ、金沢富山はマス寿司だろ。富山はマスの寿司はもうちょっと食べ飽きて、かぶら寿司が。かぶら寿司だから石川県だっつってんのね。何この子、お前もう物も知らん。いや、でも、富山にいたら、富山名物かなみたいになりますよ。だって。いや。そんなことないよね。富山名物はマスの寿司とか、ホタルイカとか。昔富山っていうのは、その、石川県の、うん、まあ、加賀藩ですね。加賀藩の植民地じゃなきゃいけない。はい、あ、加賀藩のあれだったからね。なるほどね。はいはい。そっちかもしれない。そうですね。はい。あ、マスの寿司ね。まあまあ、歴史ありっていうことですね。埼玉出身にはちょっとわかんないですね。埼玉はね、本当。でも埼玉の奥も。せんべいばっか食って。そうですよ。ね、うん、奥の方って結構方言きついんですよね。ああ、うちのじいちゃんとかは、うん、たまに何喋ってるかわかんない時ありますね。手しか言わない時ありますよ。手しか言わない時ある。語尾に手がつくってこと。いや、もう手しか言わないときありますから。どこの方言じゃない。まあ、それもアピールしたいことは喋って。え、いや、まあ、芸人になったきっかけとか。いや、面白いか、それ。掘り下げる？まあ、きっかけ、言いますか？いや、別に、ノーベンバーやろ、あんた。ノーベンバーってコンビ組んでたよ。ノーベンバー。はいはい。で、だから、なんか、誰か、松竹の芸人さんがなんかもう、ノーベンバーの人とか言ってたよね、結構ね。え？あ、この間。吉本の人とかも。はい、はいうん。はい。いや、でも別に、あれです。ラジオ、僕は、きっかけはラジオですね。オールナイトとか。あんた、ほら、はい、なんか他にないの？なんか、ないの？え？東村プロに入って良かった、はい、悪かったこと、辛かったことで締めましょうか。良かったことはほとんど良かったことですもんね。入れてもらえたことがもうあれなんですね。辛かったことは、東村プロライブ、2回目のライブの時に先生が作ったコントを僕がやってたんですけど、手作りおにぎりを出す、食べる、その舞台で食べるっていうシーンがあって、僕サランラップ、やっぱ匂いとか出たら嫌だなと思って二重にしてたんですよ。うん、で、実際食べるときに、
ラップがちょっと、なんですか、うんうん、あ、めくり場所がわかんないみたいな。そう、めんどくさくなって、ちょっと間が悪くなったんですよ。で、うん、終わった後、先生に、あんたあれラップ二重にしとったから、まあ、おかしくなったやろ、つって。ぶっちぎれ、私。見逃さないな。ぶち上げも怒られたし、その後も1ヶ月ぐらいずっと怒られた。ぶっちぎれ。本当に厳しいです。見逃さないな。芸能に関してはすごい厳しいです。二重にしてあったわけ、おにぎりを。だ2回外してんの、ラップ。変な間が空いて。二重にする、まあ、なんか意味あんのかなって思っちゃう。うん、そうそう、ステージ上でさ。でさ、言えばいいじゃない、二重にして、あ、まずいって思ったらさ、二重にしちゃってたって。言えばいいのにさ、言わないでシーンとしたまんま、必死で二重にしてた。ぶっ殺してやると思ってたよ。たっさーっつって。そんな、そんなことで怒られると思わないから。本当にびっくりしましたね。本当、あの時が一番辛かった。そうなんだ。確かに、まあ、あの時ね、シャレにならんぐらいだったんですよ。まじぎれした記憶が。すげえ怒った。険悪やったの、それ。で、野球で仲直りしたみたいな感じ。そうですね。はい、そうですね。はい、っていうことですかね。はい。じゃあ、今度野球の時は、ボールをね、一個一個、サランラップで二重に積んできたのって何も意味ないでしょう。ああ、ボールをサランラップで二重にするってことね。今、ごめん、あの瞬間のことを思い出してて。なんで私あんなきつく怒ったんやろうと思って。やっぱあの時、翔平のこと嫌いだったな、そういえばって思い出して。いや、本当そうですよね。嫌いだからきつく怒ったんやろ、はい、そう。今ね、思い出しちゃった。いやあるんですね、そういうのもね。そうですね、はい。というわけで、これでね、聞いてる方も、多少、翔平兄やんがどういう人か、はい、分かっていただけたかなと思います。はい、では最後、翔平さんの一言でお願いします。はい、じゃあ、皆さん、心にラップをしてお休みください。ありがとうございました。うん、いいんじゃない